じゃ仕方ないと。でもこれがリアルの反応なので。いけない。あ、すごい。どこ出てんの？ユミチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、ユミです。今回は路上ライブをしている男子高校生がもしもプロのピアニストだったらやっていきたいと思います。現在僕はチャンネル登録者数が200万人で、今は割と知名度があるので、まあいつオワコンになるかはわからないんですけど、ストリートピアノを弾くと高い確率で声をかけられます。ですが以前男子高校生に扮してストリートピアノを弾いたら誰にもヨミーだと気づかれませんでした。今回は男子高校生に扮して名古屋で路上ライブをやってみようと思います。前回の川崎の続編ですが、名古屋での路上ライブはこれが人生初です。なんすかやっぱ全然わかんない。今は違う。やっぱそれで YouTuber になりたいなと思って。YouTuber で目立つのは。ちなみに前回は松村喜太郎という名前で路上ライブをやったのですが、前回の動画が180万回再生されていて、松村という名前が認知されている可能性もあるので、今回さらに名前変えました。竹山レイです。Twitter アカウントも作成しました。登録者200万人の演奏系 YouTuber が名前を伏せて路上ライブをしたら、道行く人の反応はあるのでしょうか。では行ってみましょう。GO!ベートーベンの。すいません、ちょっと待ってください。ちょっと待ってもらえますか。先こちらの方に。信じない、信じない。竹山。あ、いきなり。あ、やばい。キロ歌ベ。バカじゃねえか。どこ出てるんだよ。音楽大学。音楽大学行ってないです。こいつ YouTuber だったんだよ。どこ出てるんだよ。竹山。今回ボツかもしれないです。まあそういうこともあります。めっちゃ盛り上がってたわ。ダメだな。ここまで来て撮ったけど、 AI 画素システムのアドバイザーとかやってるピアニストが名前を伏せて聞いてても全然誰も集まりませんっていう検証結果でも致し方ないかなって。ボスの可能性もあります。でもこれがリアルの反応なので、ありのままを収めようと思います。はい、残りあと10分ぐらい、本番聞いていこうと思います。
リクエストを知ってる曲だったら聴けると思います。渚のアデリーヌ聞いたことないな。他にあの耳コピってあるじゃないですか。聴いて弾くっていうやつ。渚のアデリーヌちょっと聴いてみますね。あ、こういう感じか。ちょっと弾いてみますね、はい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、すいません。大丈夫です。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。動画に映らなかった投げ銭もありましたが、投げ銭なんと6900円来ました。マジでどこ出てるんだよ。こんなくだよ。オッケーです。一視聴者としてこの動画は好きだ。